久保さん。あのね、水を買うようになっちゃいましたね、僕。この前、アマゾンの春のなんとかキャンペーンでまた水買っちゃったんですけど、まあ、一本これ75円だったかな、うん。で、そんな高くはないと思うんですよ、75円で。一本あたり。だけど、昔は水買うなんて僕なかったんですよ。貧乏だった時は水買うなんか絶対ないですね。絶対。 だけど今ね、飲み水はもうなんか水、有料買っちゃいますね。なんか生活水準が上がるというか、なんか買うものが変わりますね。水準が上がるというか、買うものが変わるって感じですかね。今まで買わなかったものを買うようになっちゃうので、そう。水買いますね。そう、あのー、だからこっち来た時に、 あのちょっと経ってからウォーターサーバーね、まあ、久保さんのセルフバッグのウォーターサーバーじゃないですけど、<laughs> あのウォーターサーバーを、まあ、自己アフリエイトでもね、いいかなとかね、あのやってみようかなとか、あと自分で、ね、契約しようかなとか思ったりしたまあ、あったら便利じゃないですか。だけど、あのー、それをやめまして、まあ、僕、結構移動することがあるので、ここ開けるときもあるんですよ。 ってなった場合、あのウォーターサーバーのボトルが定期的に改装されて、まあ、こっちいるとき、少ないときは、どんどん溜まっちゃうし、場所取るんで、まあ、これなんですけど。だから、水を買うってう昔なかったんですけどね。やっぱ、金稼げるようになると、買うもんが変わっちゃいますね。うん、そう。だから、まあ、まあ、しょうがないですね。 なんで稼ぐしかないっす、ね、また。い <laughs> ってらっしゃい。